めちゃくちゃかっこよくないか、これめっちゃ励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメント、無断転載の方お待ちしております。それでは早速動画の方やっていきましょう。レッツゴー。今緊急で動画の方回してるんですけど、どうも神谷勇気です。ということで今回もですね、コールオブデューティモダンオフ初の動画やっていきたいと思います。あぶねえ、今 DMZ って言いそうなったわ。ということでよろしくお願いいたします。今回はですね、画面にも出ている通り、こちらトロフィーハントの迷彩チャレンジが見事ね、すべて達成いたしました。こちらの攻略方法というか、僕神谷自身が、まあ、どういう風にこちらの武器たちをレベルというかキルを上げていったのかなっていうところをご説明していきたいと思います。武器によってね、ちょっと戦い方も違うし、使っていったマッチも違うので、早速ねやっていきたいと思います。ちょっとでもね、ためになったらチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、まず一番最初なんですが、アサルトライフル、サブマシンガン、ショットガンにランチャー、ライトマシンガン、そして近接武器、プラスハンドガン。こちらね、つまりは、あれですね、バトルライフルと、マークスワンライフルと、スナイパーライフル以外、こちらのアイテム、武器たちは、すべてですね、モードとしては、マルチプレイヤーのシップメントをプレイして、すべてクリアいたしました。なので、まあ、バトルライフル、マークスワンライフル、スナイパーライフルは他に説明するモードでプレイしたんですけど、それ以外はね、全部こちらのシップメントで解除しました、僕は。まあ、ちなみに、シップメントなんか苦手だよって方いらっしゃったら、まあ、他のモードでもいいんだけど、まあ、シップメントが一番おすすめ、正直。敵と合う確率もね、多いし。はい、なんですけど、ハンドガン、近接武器、ランチャー以外は、特にね、おすすめのカスタム、まあ、あるっちゃあるんですけど、今回説明すると長くなってしまうので、特にね、自分のね、いつも使ってる武器とかで全然 OK です。ここでね、こちらは、死なずにと、そして腰打ち、マウントしていくっていうのを忘れずにやっていけば、まあ、特にね、問題なくクリアできるかなと思います、シップメントで。なんだけど、近接武器、ハンドガン、ランチャーだけね、ちょっとね、おすすめのカスタムあるので、そちらご紹介していきたいと思います。じゃあね、早速ゲーム画面やっていきましょう。はい、というわけで早速、シップメントやっていきました。まずは最初、ロケットランチャー系だね。これに関してはね、もう見ていただければわかる通り、RPG のみです。もう RPG しか、あーハードポイントが当たると、結構敵の行く場所って限定されてて、大体ね、決まってるので、よりね、当てやすくなっていきますよと。ほい、当てていく、ダブルキル。今見た XP、800もらえるからね。はい、という感じで、RPG は以上になります。とりあえずもう、ぶっ放して、はい、当てていくっていうのね。もう何回も何回も繰り返していきましょう。オッケー、すげー倒したぞ、今。じゃあね、お次の武器ご紹介していきましょう。はい、お次ね、近接武器のご紹介になってます。こちら、持っているのね、ナイフじゃなくて、こちらのタチをね、おすすめします。前回の動画でも、イベントをね、動画でも話したんですけど、タチの方が射程が長いです。振るのが遅いんだけど、射程が長いおかげで、これね、敵に追いつけなくても、ギリギリのところで走って刺すとかもね、できるので、めちゃくちゃおすすめです。そしてですね、基本的にこういうコンテナの横の端っことかに隠れて、後ろをね、取っていけるようにしましょう。で、背中からね、こういう風にキルしなきゃいけないので、ちょっとね、こういう風に真ん中とかを突撃すると、どうしても目の前に出てきてしまうので、なんとかね、走っていって、裏を取れるような位置に移動していきましょう。個人的にはね、こういうコンテナの横だったりとか、コンテナの合間だったりとか、こういう位置がね、めちゃめちゃおすすめです。右側とか左側から来る敵をね、後ろから追っていって、刺して、倒していくという。それがね、一番簡単なやり方かなと思います。ここのコンテナも結構おすすめです。右上のね、ここのコンテナで隠れて走ってくるのを確認してから刺して倒していくという。まあ、ここは結構人が通る回数も多いので、まあ、結構合うんじゃないかなと、個人的には思います。じゃあお次の武器やっていきましょう。はい、お次の武器、ハンドガンなんですけれども、改めてですね、こちらの F-TAC-CG をおすすめしております。まずね、もう何よりも良い。はい、それだけです。もうね、あ、痛い。もうね、これハンドガンじゃないんで、はい。公式から追加されたハンドガンじゃないね。武器追加されてますから、正直これ。もうこれしか選択肢ありません、正直。これに、まあ、おすすめのカスタムとしてはね、72ラウンドのね、デカクソデカマガジンを、ドラムマガジンをつけていければ、もうそれ以外はね、特に必要ありません。これどん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 ね、キルを稼いでいければ、個人的にもう普通に何の不便もなく、倒すことができるんじゃないかなと思います。この連射力、もう強いとかっていうベクトル越してるんですよね。まあね、この戦場の中で、こういう風にもう全然倒せますから、ハンドガンっていうね、称号は捨てた方がいいです。もうこれがあれば特に問題なく、はい、解除できるかなと思います。なんか新しいね、スキンも解除しちゃいましたけれども。まあ個人的に、もう F-TAC-CG 以外ありません。マグナとかも追加されたけど、あれより断然こっちの方が強い。はい、ということで、こちらね、ハンドガンの攻略方法をお教えしていきました。うわぁやられちゃいましたけど。まあ基本的にね、
こちらのシップメントを使って、いろんな武器をね、レベルアップしていければ、もう、すぐに溜まるんじゃないかなと思います。じゃあね、ちょっと難しめな、最後、3つのね、バトルライフル、そしてスナイパーライフルとマークスマンライフルのご紹介していきましょう。じゃあゲーム画面切り替えていきます。レッツゴー。はい、というわけでゲーム画面切り替えてまいりました。今回やっていくモードがこちら、グランドウォーですね。こちらのマップでやっていきたいと思います。もう個人的には、スナイパーライフルだったり、マークスマンだったり、そういうのをね、解除していくのはもってこいのモードかなと思います。で、スナイパーライフルのカスタムなんですけど、こちら、ガンスミスで、スコープにですね、こうね、カスタムの一番右にある、ラプター FVM40 っていうね、このめちゃくちゃ強い、ロングレンジのスナイパーのスコープを持ってきています。これね、めちゃくちゃおすすめです。もう何よりも、距離感が表示されて、でこっからね、ここまでの場所をね、敵がいたとするじゃん。で、シフトボタンで設定をするとですね、その距離に合わせた場所が赤点で表示されるんです。ここ撃てば、もうしっかりと敵に当たるっていう仕様があって。なので、ロングショット狙いたい人にとって、もうこれ以外ないよといった、それぐらいのね、カスタムなんですよね。なので、こいつを使ってあげて、敵ちょっと探していきましょうか。あとは敵を見つけて赤点の場所をしっかりとね、走るボタンでしっかりとつけた後に撃つのみ。なのでね、敵のいる場所との偏差とかね、弾の速度とかも考えなくていい。本当に素晴らしいスコープなんですよ、こいつ。で、なおかつ、ロングレンジにも適用されてるので、もしね、イベントのロングレンジ達成したい人はおすすめです。さあ、めちゃくちゃスナイパーいるな、それにしても。マジでどこにもいる。オッケー、しっかり一人倒していくが、ロングレンジじゃないのでね、しっかりとロングレンジ当てていきたいですよ。ここら辺に絶対いるわ。あ、いるよ、いるいる、目の前にいる。ナイス。さあ、いましたね、一人。オッケー、当てていくが、まだロングレンジじゃない。なんか真横に降りたぞ。輸送ヘリが。お、え、どっからこれ。え、撃ったでしょ。おい、ちょっと待って。おい、建物消えてたって今。おい、描画距離。このゲーム、やばすぎ。さあ、あ、あ、いましたね。設定して、撃っていく。設定して、撃っていく。オッケー、ロングショットを達成いたしました。まあ、こういう風にね、このスコープめちゃくちゃおすすめです。もう、純粋にね、何がいいって強いんですよね。スナイパーのためのスコープといった、そんな感じですね。さあ、設定して撃っていく。しっかりと当てましたね。皆さんもね、スナイパーをグランドモードで使ってみてください。そして、お次は。さあ、お次はですね、こちら。マークスマンライフルですね。やっていく。トランプストレント。こちらの武器がマジでおすすめです。で、何よりですね、もう圧倒的な連射力。そして、ダメージもめちゃくちゃ高いので、基本的にね、ロングレンジでのヘッドショットだったりとか、めちゃくちゃ狙いやすいです。まあ、なのでね、個人的にはこいつ以外ありえないなといった感じです。そして、ロードアウトのカスタムがですね、HWM20 サイトっていう8倍のサイトを僕はつけて運用してみました。サプレッサーつけたりとか、ストックでね、反動を減らしたりして、基本的にカスタムは反動抑えめ寄りで打っていきました。まあ、覗きがね、遅くても正直、グランドウォーモードは、まあ、不便ないので、今回はね、反動だけを抑えるようなカスタムにして持ってきました。さあ、いましたね。しっかりと、おお、当てていったロングショット当てたんですけど、逆にね、他のスナイパーに打ち抜かれてしまいましたね。まあ、なのでね、コッキングとか入ってしまうと、次の敵とか倒せなくなってしまうので、個人的にはね、この武器の、そしてね、反動抑えめのカスタムめちゃくちゃおすすめでございます。あとはね、一人ぐらいロングレンジで倒していければ倒していきたいよ。近く来ましたよと、いましたね。オッケー、ロングショット。しっかりとね、当てていきました。まあ、こういう風にね、敵の結構裏取ってます、今回。まあ、そういうプレイングが一番楽でおすすめかなと、個人的には思います。真下にもいるな。あいつだけ倒しておしまいにしますか。どこだ？ここの下にいるっぽいぞ。見えねえ。めっちゃいるわ。オッケー。さあ、目の前もう一人来たぞ。オッケー、さらにもう一人。オッケー。まあ、っていう感じでね、マークスマンライフルは裏取りして、敵のね、エリアの屋上とかでこういう風に楽しくスナイパーライフル生活をね、楽しんでいければなと思う。うわあ、落ち完璧すぎだろ。そしてね、最後、バトルライフルになります。僕はね、ハック V を使って、こちらをね、まあ、連射武器カスタムにしてマガジンをめちゃくちゃ増やして持ってきてます、毎回。これでヘッドショット狙って倒していくっていう感じですね。まあ、ただ、ちょっとね、これ反動が強いんですよ、タックビーって。結構、連射すると。
はい、こういう感じでね、レートも遅いし反動も強いので結構ね動かすの苦手だなって方いるかもしれません。そういう方はね普通にバトルライフル、他のやつをスナイパーライフルのようなカスタムにして使っていくのが一番楽かなと思います。なんか来たー、オーケー倒していく。まあね、これ反動が強いので、使いづらい人は使いづらいと思うので、まあ普通にね、バトルライフルの単発の武器を、こうぶつけてカスタムしていくのが、まあ一番簡単かなと思います。まあ僕はね、この武器のヘッドショットを入れていきましたけど、この連射のカスタム結構好きなので使っていっていますっていう感じです。このタック V のね、連射カスタムであれば、正直もう別にこのウォーゾーンじゃなくても、全然 OK。グランドウォーじゃなくても全然 OK です。まあちょっと敗北してしまったんですけど、これでね、すべての攻略方法、僕がね、キルを取った方法をご説明していきました。まあこんな感じで手に入れたのがこちらになります。はい、というわけで獲得した迷彩がこちらになります。めちゃくちゃかっこよくないか、これ。ちょっとね、プレビューでも見ていきましょう。これね、真ん中のスカルのやつは別のやつなんだけど、このね、周りのこのわかるかな?この波打つ感じ。めちゃくちゃかっこよくないか、これ。デザートイーグルのハンドガンで見てみると、こんな感じです。はい、金色がめちゃくちゃかっこいいね。で、持ち手の部分の黒いところがこういう風に、虹色に波打ってますね。これ、いいね。はい、射撃訓練場で見てみると、こんな感じです。はは!やば!金のなんか量がさ、すごくてさ、色味やばいな、マジでこれ。いや、これやばいっすね。普通にかっこいいわ。ちょっとね、画質も上げてみて、しっかりとね、見えるようになったかなと思います。こういう風にね、スコープを覗いてみると、スコープの縁にもね、金色が、普通に見えているかなと思います。めちゃくちゃかっこいい、これ。で、デザートイーグルがこんな感じ。こちらもね、なんかマフィアのボスとかが持ってそうな見た目してますよね。しかも、これ、アニメ付きという、動く。なかなかね、無料でもらえるスキンで動くやつって少ないので、結構これいいんじゃないですか?これはいいね。非常にね、僕自身も満足な武器スキンとなりました。まあこちらのスキンね、実はなんと全武器使えるんですよ。もうマスタリーを獲得すれば、この動くスキンをね、全員が獲得できるので、皆さんもですね、全部の武器にこれをね、設定してもう全部金にしちゃいましょう。はい。めちゃくちゃいい感じでございます。そしてね、追加されたチャームがこちらになります。どこだ?コロ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 。あ、ありましたね。こちら、バトルコインというね、チャームでございます。ローニンがさ、ローニンがチャームになってんだ、これ。いいね。めちゃくちゃいいじゃないですか。他にね、金のスキン今のところ僕持ってなかったので、こうね、ローニンのスキン、ローニンがあなたのそばにずっといてくれますよといった、そういった感じになってます。それではね、最後に実は意外と知らない皆さん、イベントがあるの知っていますか?それが、こちらのトロフィーハントの迷彩チャレンジ、下にグッとね、多分プレフォーの方だと右スティックを下に下げる。で、そして、PC プレイヤーの方はこのマウスホイールを下に下げると、まだね、実はこちらのトロフィーハント、一回だけはまだやれるんですよ。なので、まあもうコインを集めることできないんですけど、もしね、まだゲットしていないよって方は、ぜひね、ここでね、ゲットして装備してみてください。意外と知られてなかったと思います。こちらまだまだゲットできます。僕はねトロフィーハントマスターゲットしたかったんですけど、全然ね足らずにね、これだけねゲットできませんでした。マジで悲しいんだけど、まあといった感じで今回ですね、こちらのトロフィーハントイベントの、まあ僕自身神谷がどういう風にゲットしていったのかっていうところをご説明していきました。個人的にはね、この武器迷彩めちゃくちゃかっこよかったね。非常にありです。今回の武器スキンみたいなね、かっこいいスキンが今後もね、追加されることを願っています。少しでもね、皆さんいいなと思いましたら、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。Thank you for watching! GG!